はい、そういうわけでちょっと芸能評論みたいになったんですけど、もうあと15分ぐらいで終わると思います。そろそろまとめに入るけど、結局物語の話をしてたと思うんですけど、あのコアメンバーが出てくるよね。福本カレン、黒沢はるか、あともう一人アムちゃんの話が出てきて、あ、加山もね、か、うん、加山もね、うん、そうそうそう、なんであの子が絶対センターって言われるかは、そう、絶対センターって面白いよね。平手ちゃんみたいなさ、今ちょっと休憩してるけど、うん、行けば分かります。もう本当にボーカルそんなうまいわけじゃないけど、うん、まあまあ、うん、カレンちゃんが歌ってない時のカバーはもうできるし、うん、ダンスは結構うまいし、うん、でうさちゃんがうまいって言うけど、うん、いや案外ね、締めるとこちゃんと締めてるから、うん、センターに立ってどう見せるかっていうのもすごい分かってる子だから、うん、いや俺あんまりそんな見てないけど、でもあの子はね、なんかね、そのまあ印象論でもいいよ、ファンをこうつける努力もするし、うん、パフォーマンスも手を抜かないし、うん、っていう感じ、うん、だから、ね、たまに疲れちゃうんですよ、うん、今日なんかね好きって言ってって可愛いって言ってとかっていうところがなんか、ああなんかまだ可愛いなとか、もう18だけど可愛いなとか思っちゃった。まあそういうこと、いいよね、うん、うん、あ俺平気ででも普通に言うけどね、あのいやいやめった言わないけど思ってたらでも言ってって言われたらね、言えるよ俺ね、うん、言ってって言われて可愛くないことには言わないけど、うん、可愛いもんってだって、うん、だから俺普通に可愛いねって言うけどね、うん、いいなと思えば普通に尊敬するしさ。お、テルがまたタイムマシンのスイッチを押したぞ。タイムマシンじゃねえや。まだなんかオーダーだな。お酒だな多分。はい。はい。よく食べる、よく飲むね。すげえ。健康じゃん。食えるんだったらまだ大丈夫だよ。食えなくなると本当の病気だよ。体ボロボロだよ。ボロボロ。もうボロボロ。でも食べるって飲めるんだったらまだ平気だよ。でね、毎日1万歩以上歩いてるんですよ。マジですごいじゃん。ね、ハイボールおかわりと、はい、軟骨唐揚げもおかわり、軟骨、はい、はい、で、お願いします、はいはい、食えて飲めるんだったらまだ健康ですよ、大丈夫ですよ。本当にやばいと食えないから。でもね、何時に食うかっていうのは最近ちょっと気をつけるようにしてるんですよ。あ、ね、深夜にね、あ、なるほど、やっぱりね、俺もそうだな、深夜に映画を見て、うん、酒を飲んでご飯を食べるっていうのはねすごく幸せなんですよね、うん、コンビニでも。でもその最高の都市の贅沢じゃないですけど、なんかあるよね、電気がついてる、ね、だからスマホに映画が入ってるわけですよ。スマホに入れてんだ。入れてるんですよ。だから鳥貴族とかに行って鳥貴族、ね、それを見ながら、うんうん、つまむのも結構良くて、うん、夜中にスマホで映画見ながら鳥貴族で焼き鳥食うみたいな、ホッピーとか鳥とかホッピーとか、あとまあ鳥貴ね、サイドメニューね鳥ばっかりじゃないから、鳥貴族って訳して鳥貴なんだ。鳥貴です、鳥貴です。鳥貴でね、インスタ出したらね50超えたから、ね、鳥貴のいいねが、鳥貴の焼き鳥、いやでも全部食べたものは全部載せました。本当に釜飯もあるし、とろろのなんか鉄板焼きみたいなのもあるし、案外ね、その串はもちろんうまいですよ、うん、串もうまいけど、串取り貴族だからやっぱり串はね2本ずつでやるんだけど、はいはい、それと、その他のものがサイドメニューはね、割と食べ物、食とかってとこ普通にあれだよ、基本だから。おかわりが来てない。食べ物って基本でさ、その何でもない、ほら人間の欲求ってさ、食欲、性欲、無欲でしょ、うんうん、だからさ、食べるのって大事なんですよ。大事、基本だよね、うん、だからそう、俺さっき言ったけど、食べれなくなって飲めなくなったらアウトって、健康ってさ、基本外部から食べ物、食物入れないとさ、だからほら、基本があれば、お父さんがさ、うん、そう食べられるようになったっていうのは、食える、うん、だからよく食べる、これはね、とっても健康なことですよ、うん、だから親父に言うんですよ、肺気腫で入院してさ、もう結構危ないんだけど、うん、でも3食きちんと食えて飲めるんだったら治るんで、うん、治る、まあ回復するから大丈夫ですよと信じててさ、飯食えんじゃん、
バシバシ食ってて、あこの人まあ大丈夫だな、食べれますよねとか言われるんですよ。結構危なかったんだけど、この間ね、持ち直してね、メンタルが下がると機能が低下するんで、おじいちゃんってね。だから食欲、物欲、性欲でしょ。物欲、性欲にちょっとね、うん、アイドルが入ってるわけですよ、なんとなく、はいはいはい、なんとなくね、うん、でもだアイドルものとして見ちゃいけないけど、うん、やっぱりそのほら、うん、俺のものにしたいとか、うん、とかしたいとかっていうふうに、ん、結局なるわけじゃないですか、うん、ただね、そこで届かないのがいいんだよね。あ、まあ、それでそこは基本ですよ、基本、うん、そう届いちゃったらさ、届いちゃったっていうか、なんか、いや届かないからアイドルじゃないですか、うん、そう人間ってさ、なんかもっと持続するさ、崇高な愛みたいなのあるじゃないですか、うん、もっと別のなんかこうそういうところを消化していくのが多分アイドルじゃないですか。いいです、まだからさ、そういう崇高な愛にさ消化していくのがアイドルじゃないかっていう、うん、そこだよね。そのアイドルがアイドルであるゆえんっていうのは、愛の崇高さをさ、うん、引き出していく場を作っていくっていうさ、うん、人間関係もそうだし、だからそこがやっぱりね、物そのものではない、人間と人間のやり取りっていうのが話とか、トークとか、話とか、物の運営さんがうまいと思うのは、うん、その自分のね、うん、やってるアイドルグループの大きさをちゃんと分かってる、うん、でどんなお客さんが来てるかも分かってるから、うん、ああいうちょっとね高めの設定をしてるわけですよ、うんうん、でそんなに簡単に接触できないで、接触するならお金が発生するっていう勝手なシステムをちゃんと作って、で利益をそれは他のアイドルさんもそうなんだけど、まああんまりいやらしい感じがしないんでね、うん、と、あ俺はもう例えばモノガカフェに行って、うん、モノガカフェってどこでやったの？池袋でやった。どこでやったんだ？池袋のあれ西口だっけな、北口だっけな、北口と西口はえらい違いだよな。どっちか。要は池袋でやったってことだね。そう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 。それでいいんですよ。そのドラマカフェっていうののところを、うん、そこイベント用のカフェだから。あそうなんだ。だからイベントできるから、じゃあ物語カフェもできたっていうこと。そう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 。あいい、週に企画的にいいよね。なんか期間的に週1回木曜日に、それで6時から始まって、うん、6時ちょい過ぎから、うん、その物語カフェのショールーム配信があるわけですよ。ショールームよくやってるよね、うん、なんかね、今日聞いて分かった。あ、うん、ショールームよくやってんだろうなと、うん、前田優里さんのショールーム、うん、ショールームはほら AKB グループさんもさ、うん、うまく活用してるから、あの素晴らしいよ、新人の研究生みたいな人がショールーム配信してて、すっぴんのトークみたいな、すっぴんトークみたいな、すっぴんトークって結構重要で、で、ね、面白くて、ショールームって印象が悪くなる人と良くなる人いるんですよ。分かります？うん、分かる。もう印象悪くなる、あれは明白明白だよね。あの印象悪くなって、いや、嫌だなって思う場合と、いいなって思う場合の二通りがあって、単純じゃないですか。であれ、あの恐ろしいメディアだね、うん、ファン辞めるっていうレベルのこのみたいな、この子こんなつまんないのとかって、ダメじゃんっていう場合もあるね。いや、女の子失礼な言い方だけど、コンテンツとしてさ、普通に見てていいと思ったらこんなダメだったのかとか。まあそれってさ、こんなすげえ魅力があった人がいたのか。ヒイラギウサさんのことですよね。いや、一言もそんなこと言ってねえよ。これ配信できねえじゃないか。いいよ、それいいけどさ。でもなんていうの、その特徴があるじゃん。でもキャラ的にさ、それが受けてる場合もあるしな。だからいや、でも俺は否定、そんな否定はしてないですよ。僕も否定してるみたいに聞こえるけど、いや、あの子は可愛くて綺麗で、ああどうぞ、はい、パフォーマンスもしっかりしてるし、そうだね。でもだからもったいないですよ、うん、だからちゃんと自分をプロデュースして、うんうん、やれば、うん、もっとファンが増えるのに、そうだね、今でも多いのに、うん、それはもう若さゆえですよね多分、うん、あのね、でもなんか怖さを知らない無敵ぶりっていう意味では、
うさちゃんは素晴らしいと思う。ああ、多分そうですね。逆にそれが まだその共有できる素晴らしい。叩かれた経験が、あんまりないな。要はガチで下に突き落とされてない良さがあって、一回性ってあるじゃないですか。一回落とされると柔らかくなって。うん、でもね、おじいちゃんたちが入院してる病院とかに、うちのお父さんが入院してね、10回目入院しましたけど、周り見てるとね、どんなに強い人間でも、どんなに命をつかんだかに見える人でもね、必ず弱ってって最後は無になるんですよ。で、無になる以上は経済も貨幣も全部見えてきて、流動性の話をすると、人間って変な話、死んで消えるから、それじゃあ新しくなっていったりするじゃないですか、人間がね。でさっきのアイドル論と人権問題に関わってくるけど、人間ってやっぱり資本主義でいうと、やっぱり流動性があって、人間は最後死があるから、その全体が巡るんですよ。つまり人が死んでいかなかったら巡らないところがあって、だからそこで貨幣と消費社会っていうのは死があるゆえに肯定されるっていうか、でそこで明確にね、病院とかでね、お見舞いとか行ってね、周りの人たちを見ているとね、お年寄りの方とか、長生きしてほしいって思うし、長生きしてくださいって言うし、そう思ってるけど、結果的に人間ってずっとは生きられないんで、無限にはね、限りがあるじゃないですか。でどんなにうちの父親みたいにすごい強い人でも弱ってくるわけじゃないですか。自分で動けなくなったりとか、呼吸ができなくなったりとかするんですよ。でそれ見て、ね、あ、そういうふうにある種 無になってしまうから流動性が、ね、あって、そういう点では資本主義社会と、あと消費社会とね、アイドルっていう一時期を輝くって言ったらテレが言った限定性、それは非常に輝いてくるところですよ。でそこを取って生の生きるっていうことのその喜びみたいなところを、なんかその限定性から捉えてその論じていくっていうとありだなっていうさ、そう、それは生じてくるんだよね。で結局スペクタクルでいいっていう発想があって、見せ物でいいと思うんですよ、ただ本質的なものを変えない、表層的なペラペラでよいし、ガジェットであり、表層的なね記号であり、キャラの T シャツでもいいし、物語って書かれた T シャツを着るでも何でもいいんだけど、そのなんていうのかな、その表層のスペクタクルのところに写真の可能性があると思うんですよ。わかりますよね。その何でもないその T シャツなり着るもの、ブランドのロゴでもいいし、ロゴをからかったロゴでもいいですよ。その表現としてパンキッシュのさ、体制を否定した記号がね、そのブランハイブランドを否定しててもいいんですが、ある人たちが良くないし嫌かもしれないけど、価値観の否定はね、生きる生息地を否定されるわけだから。繋がってればさ、息苦しくなるけど、でも批判と否定があってさ、そのそうで結果的に流動性だと思うんですよ。基本的にはその流動性の最もその若い神話みたいな時期をアイドルって言った時のその面白さっていうのは、まあ、どうしてもあるよね、生じてくる。それを資本主義的な意味ではテルリンが言ったところには、資本主義者的なところに徹底すればですよ、人権も関係なくてさ、まあ、限定すれば、まあ、まさにその時期が一番のアイドルであるっていうのはありだ、でもそれだけだと多様性がさ否定された場合のね、ある帝国主義が発生するだろうっていう左翼的な見解をさ、僕は右と左で分けられる人間ではリベラルですが、だからそういうのがあるよね。そうそう、だからそこは感じるんですよ。ただ徹底してその資本主義ね、いいものがその循環でいくっていう考えた場合はさ、限定的な年齢の方が楽しめるし、ポテンシャルが高い、物がそこ生きちゃってるからテルリンが食いついたっていうさそこは否定できないだろうなっていうさ、15、6の凄まじいパフォーマンスみたいな、それは惹かれるわな。だってノー MC だもんだ。ノー MC だね。なやって最後の1曲の前に何か終わっちゃうじゃなくて、じゃあこれで終わりますっていうパターンか、もう最後で物語最高っつって終わるか、まあどっちか大体ね、パターン的に物語の物語っていう曲が一番の曲なので、やっぱりね、
原点、あれ、それはでもね、原宿物語の時にできた曲なんですよ、物語っていうのは、うん、原宿っていうフレーズが出た時、古いなと思ったよ、うん、前の曲じゃんだって、うん、原宿って限定すると物語が物語でなくなるっていう可能性があって、うん、原宿やほい的なさ、キャリーパンパンとかの原宿のさ、曲とか、中田康隆原宿って、まあ、あの人地方の人だけど、なんか原宿って限定した時のさ見え方っていうのがやっぱりなんかこう、まあ、あれは、ね、あれは多分原行きができちゃったから、うん、原宿物語やめたと思うんですよ、ごっちゃになっちゃうから。あ、そっか、うん、原宿駅前ステージっていうのがあ、そうなんだ、うん、あのバーニングで、うん、んバーニングかな、あったんだね、うん、原行き、あのまあこれ言わない方がいいな、うん、それは言わない方がいいですよ、うん、録音してる以上は、うん、そう、まあでも結局さ、なんていうのかな、限定的なイメージをさつけた場合のさ、渋谷物語、原宿物語、お台場に物語がなら物語の行こうよっていう方向転換は、うん、記号性にしてさ、まあ、俺は特命化するっていう、まあ、俺はその運営側のうまいやり方だな、うん、まあ、ウィジンと黎明とかね、うん、初の陣、お酒の名前ウィジン、うん、あと初めてのエキサルウィジン、うん、と騎馬戦みたいになって、あのすごいアクションのすごいオーディエンスが出来上がったりとか、黎明やったら黎明期とか、始まりの意味で黎明って新しいグループ出してきたりとか、叫びっていう運営は面白い、プロデューサーも面白い人だって思いますよ。文化ってさ、共同幻想っていうか、やっぱりそこにさかけてさ、時代ってさ80年代90年代の映像っていうかさ、昔の写真とか映像見るとさ、明らかにその時信じた形でしかないじゃないですか。で、何やってたんだろうと思うじゃないですか、振り返ってみて、そんなもんなのかなって時代が思うんだけど、物語って振り返った時にさ、ああこういうことだったんだっていう事後的な後付けができた場合のさ面白くなさっていうのは、結果が出た時の面白くなさがあって、そこは年齢が低ければ低いほどその物語が増幅されていて、その未知の世界が広がってるみたいな、あるじゃないですか。だから基本的に物語はアイドルグループのアイドル中のアイドルの中のその限定性の中のそのね、未来予想的な、いや未来を作り出すための一つの媒体、うん、まさに女性的なさその力媒介、女の子的な媒介として夢を見させるっていう意味で、アイドルはやっぱり女性がなるべきであってさ、でも男性のアイドルと女性のアイドルは何か行動が違うけど、でもなんだろうね、基本的にはさ次の夢っていうかさ、そういう例えばこのことをデートして、まあ、だからさ男性のアイドルになるとさ、やっぱりさホストにつながっちゃうんだよね、なるななるな、うん、女性のアイドルはキャバ嬢になるかというとそうでもないんだよ、あれでしょ、清楚純粋ピュア系とこれから上がってくって揚力的なさ、揚力とか推進していくさ、うん、力っていうさ、そこはさその男の場合はそっちにキャピタリズムがもろに、うん、あ丸見えになっちゃうけど、うん、女の場合って綺麗な方に行くじゃないですか、っていうことだよね、そういう分割できるとか、うん、なんでそうなるのかはやっぱりそれは性別なんじゃない、なんか男性と性別なんですか、うん、女の子が生み出してる世界っていうのもある意味隠密的な求める世界観が違うんですよ、うん、女性と女の子の性と面白くて、うん、女の子の場合はそのアイドル的なその清楚ないわゆるその価値観の純粋がね持続するっていう幻想もしくは本当にあったがさ、そう理屈抜きでさ伝わってきて、それに対してその媒介がさ未来をずっとつなげてって癒しとね、その創造性に満ちた空間じゃないですか、母体、アイドル的母体のようなね、いやアイドル的なその体のようなものがあって、でそれに対してやっぱりなんていうのかな、その女性的なものっていうのは隠密でなんかこう大人の女性の場合はね、アイドルとやっぱ区別される時代があってさ、それなのにアイドルって言ってアイドルやってるって言えばその通りですよ、でそれは正しいかもしれない、でやっぱその隠密でさ、そのなんかこうね、いかがわしいみたいに思われちゃったというふうに捉えられる場合もあるじゃないですか、うん、そういう風にねやってるとね、そのそういうあるじゃないですか、そういう風に取られがちっていうのも生じてしまっていて、まあそういった意味でロートレック的には、まあそういう女性性が好き、女性のねもたらす隠密なそのね怪しいその世界が好きなトゥールーズロートレックみたいなね、トゥールーズみたいな男もいれば、フランスの画家でさ、でも夜の街をね夜の女たちを描くみたいな、
でもそれに対してさ、アイドルっていうのはもっとなんかその自分の少年性の持続みたいな、その手に入りそうで手に入らないその少年性の持続があるじゃないですか。そのピュアさの幻想なのかもしれないけど、そのアイドルのさ良さっていうのがあって、でそこに対してコミットするってさ、何なんだろうね。そのそう、大人にならないビブリの面白さっていうのは少しあるかもね。それはあのなんとなくね、引きつける要素だと思う、ね、そこがあってさ、だから女性的なもののさすごいさの方がいいけど、テルリンが持続してるそのアイドル物語の持続性ってすごくてまあ一言で言えるけどあえて言いませんよ一言でパッて言えるけど言えないんだけどね。言ってもいいですよ、まあ若さの担保だよね、うんうん、そうそう、つまり自分がそのままこれ落ちてもそのまま録音拾えてますね、うん、結構本質的な話をしてて、ただ女の子と女性が違う、じゃあ女の子とアイドルと女性と大人のね色気やらしさ素晴らしさとちょっと違う、恍惚と閲楽とは違う快感原則みたいなのがアイドルってあるわけですよ、うん、でそこがヒューマンであり、あの人道的でもあり、手に入らないっていうかね、そばにいるようでみたいな、明確にちょっと男性のあれと違うかなっていう気がしますけど、まあ、男性のアイドルは分かりませんね、女性しか分かんない、うんうん、でテルさんは結論としてこれからアイドルに求めるものが物語に完成してたとすぎますよ、例えばある程度ね、ある程度ね、まあまあでもマシな方なんじゃないかな、結構厳しいよな結構厳しいよな、うん、結構厳しいんだよな、テレも厳しいよな、美学がしっかりしてると厳しいからさ、うん、でもある程度物語はさできてるから通うわけじゃないですか、うん、求めるもうちょっと次を求めるとしたらって話、曲を、うん、曲とか歌と曲とか振りとかのバリエーションがやっぱ欲しいね、だいたいさ、まあ、パターン化してるわけ で、うん、でもパターンも面白くて、パターン化してここでこれを入れるとか、うん、手上げ手上げって上地の曲で手上げたら手上げたら、うちの親父も手上げてもらって写真撮ったりとか、うん、で切なメモリア来たらキターって言って騎馬戦が始まったりとか、なんかあの盛り上がる箇所で盛り上がれる喜びってありませんか、この箇所でこう来たらこう来るっていうレスポンスあるじゃないですか、うん、でこう来たらこう来てこう行くみたいな、うん、これあれ好きなんだよね、何度も通っててウィジンのライブは、ウィジンさんのライブ通うとだんだんそうなってくるじゃないですか、あここでこうかなみたいな、でも俺ウィジンさんになるとほらセットリストがさ、うん、18曲とかさ、うん、になるじゃない、うん、モノマってね10曲ないあるかないかぐらいなんですよね、物語の基本ダンスで見せるイメージがある、うん、だからその声よりは動きって感じ、ダンスで見せてて、いやちょっとそれもウィジもそうかもしれないけどさ、何が言ったかというと、何を言ったか忘れちゃったな、ね、なんだっけ、うん、要はだからあのお約束、ここでこう来てこう来るっていうレスポンスが僕は好きだった、それはアイドル初心者が、アイドル初心者っていうか、ね、アイドルグループそれは好きだった人がどんな現場に行っても、現場が好きだった、なり始めた男が初めて得た快感がここを来たらこう来るとか、うん、ああ来たらこう動くって、うんうん、テルはもう極めてるけど、俺は覚え始めてるからそれをさ、それが好きになってきちゃったっていう、 そこですよ、それ以上行くともうちょっとバリエーション欲しいよねって新しさに行くじゃないですか、で俺はそのこの曲が来て、おー来たーって言って、おー来たー、この曲来たーっていうところが好きだって、そうですね、新曲ではまだ新曲では乗れないんでね、まだ、新曲好きだよ、うん、チェインとか、うん、ウィズの曲でも、でも新曲よりはもう身に染みて、もう今までライブとかあの音源で聴いてる切なメモリアとか来たーみたいな、うん、それはある、手上げ来たーとか、それはね、どのアイドルもかから関わらず音楽をやってる人の場合、自分の好きな曲がかかるから、セットリストで入るとやっぱりもう入り具合がもう全然違うじゃないですか、いいじゃないですか、それがライブ初心者、ライブ主義者初心者っていうか、ライブ主義者がね、ライブに通ってその僕の中にそのコールとレスポンス的なさ、まあ、コールはしてないかも、まあ、よかだからレスポンスが返せる楽しさが目覚めてきてて、うん、揃ってるばっかりなんですよ、僕も心配性があって、今多分ね
そこ好きなんだよ、ね、今楽しい時期だと思うんですよ。そうかもしれない。ちょうどちょうど楽しいんだよね。ちょうどね、多分ね、でき始めだよ。でき始め、これとこれででき始めてる時期だからさ、こんなガツガツ、なんかちょっとやっぱためらって頭で考えてるんだよ。まあ、レインちゃんのさ、あのイベントでさ、お呼ばれしたお誕生日会に呼ばれたレインさんがね、時にみんなでさ、こうやって「えいえいおー」みたいな、じゃあこうやってやろうかってレインちゃんが「おー」ってやった時に、で俺もこうやって見てこう回して「おー」ってやるじゃないですか。お、革命かなとか思って「よし行くぞ」みたいな。でそれもなんか楽しいじゃん、こうこれとこれでレインさんこうやってやって「おー」っ て, ってみんなで、お、ファンの人みんなそうです、おー」ってやってて「おー」すげえな。でやっててさ、でそういうの好きだね。それってさ、ライブじゃないとできなくない？レスポンスっていうか、同期するっていうかさ、一緒にやろうって言って呼びかけて一緒にできるっていう、一緒に歌ってって言ってはいとか言ってマイク起こすとか、それさ、現場のコミュニケーション、ライブにおけるコミュニケーションさ、こうやってやったらさ、こうやってやってくれたとかありますよね。こうやってやってこうやってくれたってさ、でその喜びで、ここはなんて言ってって言うな、そう、もう、うん、もう曲も詞も知ってて、で戦闘言えるっていう、で戦闘員みたいな人がもう声出そうですから、あやはやはや、じゃあじゃあみたいなさ、それがさ、僕は分かり始めて、それが楽しくなってきちゃったんだよ。それってさ、ライブが分かり始めるっていうのは僕にとっては成長で、今年の収穫なんですよ。あ、でも人によってその力が違うんだよ。覚えるにはちょうどいいセットリストの数ですよ。あ、そうなんだ。物がはで、その動画も YouTube にしてはだいたいさ、物がで探すとつながって原宿物語とかみんなバババって出てくるから、で昔の曲も結局ね、あ、この時代にあーっと、分かる分かるよね、もうね、YouTube 見れば分かる。出てきちゃうから。でもテレちゃんもさ、体がさ、こうレスポンス返せて動いてる時の、自分が勝手にこう動いてる時の楽しいなっていう時って、もうだってこうや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 って時々あるでしょ、こうやってこうやってとか、もうあるでしょ、もう分かってるから、こう来たらこうって楽しくない、うんうん、こう、あ、この曲来てこう来てこう来てこうだなとかさ、こう来てこうだったらあこうだなとかさ、また行くぞ来ません行くぞみたいな、ほらって俺の方は使えないみたいな、殺さーとかって来ません行くじゃないですか、リフトっていうんですか、喪主喪主もありますよ、喪主で頭切られたりとかしてさ、痛いとかって、でも楽しいんだよ、仲間じゃん、友達だと思ってるんだけど、あのライブ来る人、うん、いてえなと思うんだけど、誰も文句言わないわけ、うん、それいいんだよって、お前ら友達じゃんみたいな、ファンだしみたいな、あのね、暑さが大好きで、昔からそのもみきちゃんなんて大好きなんだよ、ね、僕が革命が好きなのは多分そこが好きだから、でも黄色いベスト運動みたいになるとビビるけどさ、でもなんかフランスのね、でもなんかそういうライブは公共空間のライブハウスで公でその応援するっていう愛を持ってさ、純粋にね応援するってことで盛り上がってて、あれ好きでさ、文化的であれいいよね、よくない、そのリフトとかさ、リフトとかさ、モッシュある？わー、このゲバーはモッシュはないよ。ダイブとはあれは禁止ですね。ダイブあったから禁止になってんだからやるんだよ。ダメだよ。で、みんな分かっててやんないんですよ。あ、そう。この場の現場ではやらない。他の現場では暴れて、もっと暴れていい現場ではやるよっていう人たちが回してきてるから。どうここで、打つかとか工場をやるとかって全部知ってるわけですよ。ウィジンの場合はダメだったらダメでやらないんですけどね、うん、でもOK で何も言わなければ考えやるんで、ね、そこは面白いですよ。あれ好きだな、まあ、俺はあれが好きだから、ファンが好きだし、ウィジンのメンバーもね、リンちゃん、まあ、アリー君、リンちゃん、ヤヨタン、ひとちびさん、4人が好きだから行ってるってのあるけど、ファンもいいよね、うん、ファンの人がさ本当に厄介でさ、ダメだっていう人って、まあ、いないと思うけどね。結構いますよ、まあ、いたとしてもさ、結構います。僕はないんだよ、で毎回来てる人いるんだよ、必ず同じ格好してるさ、すげえなと思って、絶対いるんだよね、必ず来てる。バイト代だから仕事で稼いだから全部使ってんだろうね、必ず言ってさ、この人すげえなと思って、
本当グループ推し箱推しっていうかね、グループ推しで必ず来てるんで、だからああいうガチでさ、そのオタクっていうさ、まあ、ファンがオタクになったのかもしれない呼び方がね、そのオタクができるっていうのは相当すごいなと。あれでもてるちゃんってそういうオタクになれます？必ず通うみたいな。俺はあのどちらかというと義務感で行くっていうのはちょっと嫌なので。ああ、自発性っていうか、うん、自分から行こうって行きたい時にやっぱり行く。俺そうだよ、なんとなくつじつまでそろそろ行った方がいいかなっていう時もあれば、でもこの時期でも今はね嫌だなとか、うん、あの例えばね、うん、もういやらしい話すると、うん、ドアの値段が、うん、アドバンスで、うん、こう値段で同一のあとドアでこう値段でで特典考えられます、うん、あれ合わねえじゃん。そっち、そっち、やっぱりそれも考えちゃう、そこまで考えちゃう。俺ね、数字はねそんな考えないね。だってティフなんて8000円にしてさ、俺ウィジン見ただけで帰ったけど、後でやっちゃったなと思ったけど、でももうあのお台場は忘れられなくて、ライブでねお台場とウィジンの取り合わせがどうしてもなかったから、都市計画の夢もあるんで、お台場の会社の森プロジェクトって ODBK があるんで、 ODBK とウィジンの取り合わせみたいなイメージでビジョンみたいな感じのね、ステージだったから、あの8000円、まあちょっと俺も血を流した感じしたんだよ、8000円払ってさ、こんなええって思ったんだけど、いいとか思ってそれを見に行ったからね。嫌だったら拒否してんじゃないですか、8000円は無理ですけど払ったからさ。でそれで見たんだけど、まあ良かったよね。だから俺はいや、まあでもいいって感じればいいですよ、うん、だからあの、うん、そういう現場に行ったことあるんだけど、うん、結局やってること変わんないし、バタバタしてるし、結局ほら、そんなにそんな高くねえからな、物がもそんな高くねえしさ、2000円ぐらいじゃん。いやだってあのそれは定期公演が安いだけだって、その外部の人とさ、じゃあそれってさ、じゃあてるちゃんって数字がやばかったらいかないってことですか？うん、だって出る時間も15分あ、あそれあるね、15分ぐらいやったらやだね。それでさ3000、4000も取られるんだったら、いや俺行くよ、行きたかったら。俺は行かない方を選ぶね。だ15分20分ぐらいだと考えるからね。そうね、もうちょっとな、ないと行ってもしょうがないのかって感じは正直、ね、結局するかみたいな、物販とかすぐかみたいな思っちゃうと、ね、他の連中も見れるからさ、3000、4000だったら目当て以外の連中にも、連中とか人たちも見れるからありかなと。あ、まあね、それがねいい時もあるし、うん、じゃあテルってそこにさ数字に阻まれるって自発性ないんじゃないですか？そこで経済で割り切れるってことは自発性が経済で抑え込まれるってことですか？まあぶっちゃけ計算でそんなにがっちりいかなくてもいいっていうタイプだよね。オプションで言ってるよね。オプションですよね。ちょっとうまいとこだけバグっと、申し訳ない、申し訳ないけど、おっとオプションがバレちゃったの？お、これは公開できないの？でも誰か分かんないことにしときゃいいよね。大丈夫ですよ、俺だってあれでテルさんじゃないから。そうだね、大丈夫ですよ。お、テルさんじゃないっけ、うん、言うなよ。誰だこいつは、誰だこいつは。お、そうか。でもそういうの今さ、オプション的に行くっていうところでさ、ガチ押しでいながら他のグループに行くっていうさ、そういういろんな現場に行っちゃうライブ好き、ライブ主義の人っているじゃないですか。それってさ、オプション的にグループを応援してるところってあるんじゃないですか？でね、ものはそういうグループなんですよ。おついに定義が、再定義が来たぞ。成り立ってんのはね、そういう人たちが来てる。でもさ、ライブが好きな連中のさ良さは分かってて、でも現場が一番いいって、一番清潔っていうか一番いいよね。エモな感じで。オタクってさ、基本的に家にいてじくじくとさ、ゲームやったりアニメ見たりして閉じこもってるってイメージから、現場に通うイメージのオタクっていう単語の意味が変わってきたじゃないですか。でアイドルに入れ込んでそのお金を出してライブで暴れるのがオタクみたいな。そこは健康的でさ、俺現場主義的なものの良さ、俺の友達ひごっちさんも現場主義だし、現場でつながった人としか友達にならないっていう
いう人がいて、そういうの健全でいいなと思って。そうそうそう、だからオプション的なものオプショナリーってオプション的なものっていうところでさ、つまみ食いしてるよっていうところは、あのファンの感情っていうかファンの本当の、ね、垂直なイメージでつながってるっていうよりはなんかもっとネットワーク的だよね。こうつまみ食いじゃないですけど、これもあれもいいみたいな。でそれをなくしていく時の大変性みたいなのが多分あって、僕はレインちゃんに統合されるんだよね、うん、彼女は今ライブ休憩してるけどね、一番応援してるのはレインさんで、それは正直僕はあって、ね、それは本当なんです。でそうそう、でまああのレインさんに出会う前にウィジンは出会ってたから、あのそれさっぱり着るってことはさすが人間なんでできないし、あの行けるときは行こうかなみたいな感じで、もレインちゃんが投稿してて一番なんですよ。それあってすごいガチですよね。だから本当に応援してますけど、一番応援したのはレインさんなんで本当です。でテルにとって例えばですよ、そういう人ってアイドルグループじゃなくてもいいですよ。今あえて強いて言うと、強いて言わなくてもいいから、パッて浮かんでたらいます。これが統合するさ、主語みたいなのあるじゃん、こう統合するさ、こう。それ何、音楽に関して？いや音楽じゃなくてもいい、音楽の方が分かりやすいよね。でもグループとかでも音楽じゃなくてもいいんで、タレントでもいいし何でもいいんだ。だったらもう俺はアイドルじゃなくなります。男？そうね。お、この世界が下手ですから。男、これはさ俳優は女性俳優も好きだけど男性俳優も結構好きだし、うん、だからいいよ。でバンドも男のバンドの方が好きだし、うんうん、自由平等博愛がね、うん、フランスだよ。トリちゃんフランスだよ。黄色い飯と黄色かのバンドってなんかね、うん、結局ねアイドルっぽくなっちゃうのよ。あーガールズやっぱりプリ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 じゃないですよ昔で。やっぱりさ男が行くわけでやっぱりつながりたいっていうのがアイドル的要素が なければ、うん、やっぱり成り立たないところが強い。いくら楽曲を作ってパフォーマンス高くてもやっぱりアイドル的要素はね、そこはね否めない。やっぱりそこは年齢はやっぱ関係ないんだなと思う。だからアイドルって神の似姿みたいな感じな、そういう、だそういうね神様じゃないけど神が降りてくる場を作るとか、そういう入門編をアイドルだよね。入門編をやってるのがアイドル、うん、だから若くあってほしいわけよ。そうだね、アーティストになる前の神を下ろすからね、うん、そうだね、未成熟な家に神様が降りてくる、うん、もうだってさ情熱だけだからさ、だから、そこ好きだよ。なんだろう、でもさ正直言ったらそこが一番好きだよね。ああ本当に言っちゃうとね、そこが現場の良さだよね。そう、それが出せるなら年齢は関係ないって結論でいいんじゃないですか。うん、まあそれが、まあ、出せるなら年齢は関係ない。いいパフォーマンスやるってくれるんだったら年齢関係ないですよ、ね、関係ないですね。関係ないよね、なるよね、うん、結論から言うと、ね、出せるならね、ね、そういうピュアさがあれば、年齢関係ない容姿をちゃんとしているとか、うん、そういう努力をしているとか、まあそこもね技的なのはあるかもしれない、うん、基本的にだからそこじゃないですか、そこが出せるかどうかがクリエイティブかどうかっていうさ、そこだね、結論から言うとそこじゃないですか、まあ、韓国はさ K-POP とかはさそういうのは感じるんだけど、うん、音楽がどうも、いや俺 K-POP は好きですよ。やっぱり綺麗だよ、女性がさ踊りがさすごくさなんか刺激的でさ、うん、もう今アメリカのポップなんかとっくに K-POP 超えてんだろうとかさ思うもんね、うん、音楽的な好みはあってもいいけど、なんかハングルの意識で踊ってる感じがするんですよ、文字の意識、うんうん、ただあれさ日本語と英語の感覚じゃないじゃないですか、うん、その見せ方がさ、うん、そこが魅惑のさK-POP っていうのは僕は大好きで、僕は断然いいと思いますよ。なんでわざわざね、日本語バージョン出さないでほしい。あ、それはあるかもね。うん、そのまま分かんないまま出した方がかっこいい。乗った方が俺はだってそれで韓国のだってさ発音でインとか踏んでるわけでしょ。そうだね、ちゃんとそうだね。それは思った。うん、なんで日本語に訳すのっていう。カラとか日本語かなんかでやってたっけ、うん、忘れたけど、なんか日本語で歌ってる場合あるよね、 K-POP のグループがね、うん、だそれは俺も疑問があったね。僕結局やっぱり自信がないんですよ。ああそうか、
でもジャパナイズっていうか日本ライズしないとやっぱり届かないし売れないと思ったらプロデューサーの、まあ、それはね判断正しい判断だと思います、うん、韓国語では分かんないよね。なんかよく分からない、まあ、ある程度さ韓国を好きでないと。いや男のグループも女のグループも韓国いいよね、やっぱり面白い、うんうん、ただ俺はどちらかというと高いけど、うん、ただね曲がね合わない時がやっぱりねたまにある。激しすぎてなんかよくわからないな、うん、もうついていけないノリはある。アメリカっぽくやりすぎちゃってる。ああそうだね、のがあって俺らもうすごいプロなんですよ。もう踊り回る前に K-POP もっとさ中田康隆みたいなの採用してさ J-POP 化するとさ相当聞きやすくて、うんうんうん、クリエイティブな仕事できると思うね。だからまあ彼は可能性があるので見守っていきたいとか刺激的なプロジェクトみたいなの見てみたいとかさ、まあ、応援してますけどすごく好きですね。そうかそういう感じかな。てるちゃんは批評家だね。40分だって結構話したよ、うん、すげえ話したよ、うん、2時間ぐらい話したよ、うん、2時間40分になったよ。そうそう切んないとあれだな。じゃあ まとめるぞ。そろそろまとめるけど、じゃあテルさんどうですか、なんかありますか今日、うん、もう2時間ぐらい話してるで。うんだから何の話なんだかんだなんだかんだいろいろ言うけど物語さんはいいよねっていう話ですよ。いや俺すごいいいと思うよ、うん、あのキレッキレのさもうあれ見たらね体つき見ても分かるけどさもうダンスマシーンみたいな感じがさ切っ先がさあれはね結構ねすごくいいよ。飽きそうで、ね、飽きない割とあの場作りやばいよね。インパクトがあってあのね特にメインの子が好きですよ。休みに行く瞬間とか結構好き。あ綺麗に消えるからディレイ的な。でその間にあのダンスだけ得意な子がバーってつないででまたわじゃーってまたあの汗拭いたりとか水飲んだりしてでもすぐ戻ってくるっていうパフォーマンスをやっても汚くないんですよ物語って。そうつなぎの物語に物語に燃えしてるんですか、うん、だからよくわからない方がそうつながりの物語が好き、うん、やっぱりそのやっぱちょっと宝塚っぽいっていうか、なんていうか、あそう宝塚ってそういう感じ演劇っていうか演劇的な要素が、うん、では退場して帰ってくるっていう、うん、ちゃんとその休んで新しいね戻ってくるっていうかさそういうただ可愛いから出てずっとわーってやってるんじゃなくて今休まないと後半の歌が歌えなくなるとか踊れなくなるとかっていう理由で抜けるわけですよ、うん、メインメンバーが疲れそうで水飲んだでその間が普段ピューの目を見ない子がものすごい勢いで、あさっきの話につながってくるんだ。やってるわけですよ流動性の話になってくる。流動性と生成変化ちゃんと、ね、それで見応えがある子が残るわけですよ。そうですね。そんなに自然的にそうなる。歌割りが来ないけどもやっぱりちゃんとできるよっていう子がやってるから、うん、なんかしっかりしてんのにここで収まってるのここで収まっていいんだなって運営が思ってるんだろうなって思うわけですよ。なるほどね、うん、運営が全て見てるかどうかは分かりませんよ、うん、でも少なくともそういう視点からね見て神の視点じゃないけどさ、うん、見てるとしたらそういうの運営がすごいなって。結局彼女たちの現場のさその時の感覚でさでそんな決まらない部分もあると思うけどその合間で抜けて新しく秩序ができてるとか面白いって極めて流動性に敏感な男のさ姿勢を感じるよね。その変わってくっていうところ消えて変わってくところに目がいってるじゃないですか。テレビ意外とものを見てるよね。意外とってしてない結構見てるよね。いや俺だって舞台とかも好きだから眼力あるね、演劇的なスペクタクルな。それだってなんで今スカスカなのって思うじゃないですか。見てるね見てるね。でそれってあの一人の天才がダンスのこういう動く流れで消えてるわけですよあだから全然不自然じゃないんですよ。バタバタバタって抜けてる AKB だと多分ねバタバタバタって抜けるんですよ。その時あ集団性の話ですか。集団性の話引っ込む時か。それ対して次のフォーメーションになります。バタバタバタって消えるわけですよ。いわゆる学級的な動きじゃないHKT の、あのそれに対して見に行ったことあるんで、それはそれでいいと思うんですよ。それに対して物川は
なんかあれでしょ、演劇的綺麗にやろうとしてるんですよ。演劇的な要素があるってことですか。だから新しい曲をガン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 出すわけにはいかないんですよ、やっぱりその流れがあるから。ちょっとね、てるちゃんの話聞いて物語はちょっと分かってきたからですよ、ちょっとね、うん、知識的にちょっと分かってきた。いや俺もね、そんなに言ってるんじゃないけども、でもさ、体験と他のものと違う視線からさ、文が生まれるっていうのあるよね。命題が生まれる、うん、文が生まれる、命題っていうか命題が生まれる。要するにあの振付師の人がすごいしっかりしてる人だと思うんですよ。あ、でもそうかもしれない、あれ振付いいよね、うん、でも線がさ、すごくあの綺麗、あの革新イノベーティブなその革命の線をさ、あの革命僕好きだから言うけど、革命の線みたいなのがさ、こう斜めのさ線って革命の線なんだけど、パラダイムシフト的なさ、こっちとあっちとさ隠して新しい市場を生み出すための斜めの線がさ、結構斜めの線結構あの使ってて、なんでかっていうと、なんで線が見えるかっていうと、止まるとこ止まってるからなんですよ。そうかもね、うん、お教えられたぞ、指導が入ったぞ、教授であんな、あんな大学教授、あんな若い子たちも、もうでもアンプが18になっちゃったからね。18ってまだいけるじゃん、何が限界でかい。うん、でもまあもうほらできた当たり前ぐらいの年になっちゃってるから。ああそうか、だからなんだろうね。でも18はある意味もう一個先を今度行ってほしいなってはちょっと思うけど、うん、でもね、会いに行って可愛いって言ってとかって言うと、うん、可愛いなって思っちゃうね。いや元から可愛いじゃんって思うんだね、うん、何言ってんだよって、可愛いから来てるしさ、うん、大好きだから来てるじゃんって言いたくなるけどね、だから恥ずかしいから言わない。でも可愛いって言ってって言ってから、言ってからはもうすごく可愛いねって言って、やっぱりいいねお前って言うと、分かってるじゃんとかって言うからさ、あの子はやっぱ上手いねって思うんだよ。あれは天性だよ多分。あれさ、でもそれテクニックっていうのはさ、やっぱりハートだから、ハートからさ、孫正義とかもさ、プレゼンスって言えばハートで届けなかったら何も届かないって言うじゃないですか。でもそれハートから来てるので、言葉のやり取りの中でね、多少その不快な気持ちにさせないっていうさ、その倫理みたいな道徳みたいなのあるけど、基本的にさ、あれはアドリブじゃないですか。適当なとこから来てるじゃないですか、言葉って。そうでしょ、デタラメなとこから発生してるとこがあるから。だからあれを明確にやったらもう分かるじゃん、テクニックでやってるってさ、嘘に聞こえんじゃん、うん、で普通に届いてるってことは普通に言ってるわけじゃん、可愛いって言ってほしいから言ってって、女の子って可愛いって言ってほしいのかもしれないじゃん、認めてほしいみたいなさ。それはやっぱり言われるとさ、男も言いやすいじゃん、本当は言いたいんだけどさ、いきなり言えないじゃん、いきなりさね、いきなり可愛いねって言ったら、へえみたいなさ、何も言ってる。やっぱりね、それは橋渡しと言葉って、僕が他の列に行って、うん、そっちでもバーって撮ってるのを彼女見てるわけでしょ、番外。あ、リンちゃん周り見るよね、うん、そう、リンちゃんもそうだよ、ウィンジのリンちゃんもさ、ウィンジのリンさんに行くじゃないですか、と他のところに行かないでいなくなるじゃないですか、うん、だからやっぱ当たりだけ来てるじゃんみたいな感じはする、意外と見てんだよね、うん、そういうのね。だから、うん、あるある、台湾行った時にね、うん、なんで無理して、ちょっと